アントニオ・パウロ・カソーマはアンゴラの政治家。2008年から2010年までアンゴラ首相を務めた。首相職廃止後は新設された副大統領に就任した。カソーマはアンゴラの首都ルワンダ・ランゲルクに生まれた。父パウロ・カソーマと母・ラウリンダ・カトゥータは共にウアンボ州バイルンドの出身である。カソーマは長じて、電気技術に関する教育を受けた。 アンゴラ解放人民運動に入り、1978年から1979年まで、兵器技術担当国防次官を務める。その後、1988年運輸通信次官。1989年運輸通信省に昇格する。1992年4月9日には、地域行政省に横滑りする。ウアンボ州知事件同州 m p l a 第一初期。 2002年2月11日、カソマ・オファード・ホワイト・ファーマーズ・イン・ジンバブエのロバート・ムガベ大統領が行った農地改革で土地を追われた白人農民に対して、ウアン募集の1万ヘクタールの土地を提供することを申し出た。そしてトウモロコシの栽培を奨励した。カソマ自身は、このジンバブエの白人農家の導入によって、 ウアンボ州の経済開発が促進されたと発表した。2003年12月に開催された MPLA 第5回党大会で仮想マは政治局員に選出された。2008年9月26日、2008年総選挙における MPLA の勝利を受けて、当政治局はフェルナンド・ダ・ピエダ・デ・ディアス・ドス・サントスの後継首相として仮想マを候補とした。 政治局の決定を受けて、ジョジェイドアルド・ドス・サントス大統領は、同年9月30日、カソーマを首相に任命した。同日、大統領官邸で宣誓した。記者会見で、カソーマは最優先課題である国家再建を加速することを表明した。首相就任に伴い、ウアンボ州知事を解任され、ウアンボを去ることについて、若干の寂しさを感じるとともに、 首相任命について、誇りに思っていることも表明している。10月1日、カソーマ内閣が成立した。全閣僚35人中、新たに入閣した閣僚は17人であった。2010年1月21日、憲法改正に伴い首相職が廃止され、カソーマは、アンゴラ人民議会議長に就任し、その後、フェルナンド・ダ・ピエダ・デ,ディアス・ドス・サントスの公認として、 副大統領に任命された。ABCDE エンポスサドノ o Novo p r ミニストローアーカイブド二千八年十月二十四日アットザウェイバックマシンアンゴラプレス三十セプテンバー二千八エイプリル九百九十2エレクションデートキャビネットチェンジツキーシングエスレコードオブワールドイベントボリューム三十八エイプリル九百九十2アンゴラ ページ 38,851AB アンゴラネームズニューピエー m ーアフターポルズ AFP セプテンバー26 2008アンゴラオフィシャルノーツインプルーブドミリタリーシチュエーションインフアンボープロビンスアンガップニュースエージェンシーウェブサイト19ノーベンバー 2001AB アンゴランステートカバナーオファーズランド通ージンバブエエソホワイトファーマーズアーカイブ2012年10月21日 ウェイバックマシン、アソシエイデッドプレス、11フェブラリー2002、ABC、クリーナーパスチャーズフォージンバブエ、S ファーマーズ BBC ニュース、12フェブラリー2002、MPLA インディカ、フェルナンドダピエダテパラプレシデンテタセンギナシオナル、アンゴラプレス、26セプテンバー2008、アンゴラ、パウロカスソマコンファーメドコモプリメーロ、ミニストロドゥプロウキシモゴベロのアンゴリノ、 アーカイブ2011年5月22日、ウェイバックマシン、ルッサ、26セプテンバー2008、アンゴランプレジデントアポインツニュープライムミニスター、シノイス、1オクトーバー2008、ノーボプリメーロ、ミーニーストローバイプライリザー A、リーカンストルースをナショナル、アンゴラプレス、30セプテンバー2008、アンゴラ、エースニューキャビネットアンベールド、AFP、 1オクトーバー2008ヘンリーク・アルメーダアンゴランプレジデントシンストロンガーインニューコンスティチューションロイター21ジャニュアリー2010アンゴランプレジデントリーシュファルズ・ガベットアフターニューチャーターロイター4フェブラリー2010ありがとうございます